コラボ、あとあ金曜日、そう金曜日ちょっといろいろ語ることがあるね。ホロオークションミオシャの企画オークションさ、いやこれ男女絶対やるぞと思って、絶対参加するぞって意気込んでた。金曜日は定休日だったからなお良かったんだけど、あ、じゃあ、あ、団長じゃないわ、団長もだわ、ごめん、ちょ団長じゃね、ちょっとごめんなさいね、なんか、なんで、あれ、ごめんなさい、団長、なんか、え、あれ、あ、なんか、一人はしゃいでた、あ、一人ではしゃいでたけど、あ、団長、あれだったの、用事があって、できなかったわ。もうまあまあまあ、ちょっと、二重人格。二重人格、え、ホラーすぎるでしょ。景品があります。景品ってか、お目当てのものがありましてですね、欲しかったんだよね。よせ、ダンチョム、ダンチョムが、そう、ダンチョムが撮った。ダンチョムは団長の親戚なんで、団長はさすがにホロメンの私物そんなさ血まなこになってゲットできませんよと。靴下の画像が今手元にあれかも、 X とかには載せたけど、でかいかこれ。靴下もあるんだけど、ちょっとなんかいっぱいパジャマと靴下を落札いたしました。聞いてほしい、なんでダンチョムが生まれたか。そう、最初は団長で行こうと思ったのよ。今ね、みんなの目の前にいる団長が、まあ、競り落とそうかと思ったんだけど、なんか100万円いや100万ペコ、100万ペコを、同時に100万ペコを出した人がいたら、愛をいっぱい囁いたというか、そう、熱量が高い人に渡すよ、みたいな。そう話になってたじゃん。だって知らなくて、そんな初耳だよ、初耳。我々に事前に情報を共有されてたのは、オークションがあります。お目当てのものあるかもね。と、あとは、まあ、100万ペコあるよ、みたいな。それぐらいしか聞いてなくて、あ、マジと思って、え、どうしよう、スバちゃんなんてこんなんマジねえ、やっぱみんな欲しいよと思って、だからそのさ、ペコラッチュとそのミオシャが配信ね始めて、それを冒頭で言った時に団長はね、もういっぱいね頭の中で整理したの。団長は、スバちゃんのことをまね、やっぱ押しててみたいな、2021年からなで、それでさわーとか、頭の中でビャーって考えてたのね。頭の中でわーって考えてて、でキモいなってたの。頭の中でなんかいろいろ言ってたら、なんかあれ、もしかして自分キモ、これ絶対気持ち悪いって言われる。自分でも気づいた、自分でも、いや、みんなも気づいてたかもしれない、みんなも気づいてたかもしれないけど、これ後から、いや、もしこれスバちゃんとかに見られてもなんかキモいって思われたら嫌だなっていう、なんかやっぱさ、エゴというか、そう、自分の中のそういうのが出ちゃって、よし、ダンチョムだ俺は。と思って、第二の人格を立てて星に走っちゃった。白金ノエルじゃない、白金ダンチョムだと思って、大空スッパールの作品をコレクションしてる白金ダンチョムのね、やっぱ悲願ですから、これは。そう、かの有名なね、大空スッパールの私物がね、オークションに出されるということで、やっぱコレクションしてね、これは代々飾っていかないとやっぱねいけない、それ使命だからね、使命っていうことでやってました。際立つ器用さ。いや、100万ペコも行こうと思ったの。ちなみに100万ペソみたいな、ペソって言ったの、団長最初ペソだと思ってて、スバちゃんの私物がオークションに出るって聞いてて、100万ペソ、ペコだよって言われてたのに、最初勘違いして100万ペソと思って調べたの、したら1円、日本円で1円がそペソだと 2.6 円らしいんだよ。だから、あ、じゃあ260、なんか調べて厳密に265円、そう、 2.65 円ぐらいだったから、265万、あ、265万かと思って。だからレート知ってたの。でも100万ペコの価値が分かんないけど、ガチで競り落とすつもりだったよ。外貨のさ、その返還のあれしないと使えないのかとか一瞬考えて、でも調べて気づいた、調べてなわけないかと思って見直したらペコだった。いや、マジでちょっと血走ってたんだよね、目が。ちょっと、いや、欲しすぎて。質問です。スバ私物は今回のなんでになったんですか？盗んだやつも含めて。盗んでないからね。団長さん、イラストに反応しましたけど、こちらファンアートをいただいたんですけど、タイトル、片方の行方ってやって。
違うからね、これが真相。これ確かにスバちゃんちはあのビッグスリーでさコラボをするためにあ2回行ったよ、2回あ直近で2回行ったけど、盗んではない、本当にそういうなんかあの犯罪やんそれ犯罪には手染めてないから。ちなみにあのスバちゃんの私物に対してのアンサーはボールペンとか持ってる。私物っていうか普通にそうなんかスバちゃんからもらったやつとか。今度ご飯行く、そうスバちゃんに話してく、スバちゃんの配信見たよ昨日。全部は見れてないけど、そのだ多分団長のことを言ってた箇所は多分 2箇所ぐらいかな。そう、それはね見れた見れた、あ見た見た見た。ちょっとハムちゃん、そうハムちゃんが大脱走してる時にスマホで流しながら見たわ。団長も同時視聴とかさ、そんなの恐ろしいこと、恐ろしすぎるよ。まあ、団長も、そう、団長もって誰っていう。団長もって誰っていう話と、そのなんか、のえちゃん怖いっていう話。でも、のえちゃんじゃないんだからね。団長もだからね。でもさ、そう、ご飯行く話もしてて、のえちゃんと今度ご飯、そう、まあなんか複数人で行くんだけど、なんか、どういう気持ちで会ったら分かんないって言ってて、でもノエちゃんは、そうノエちゃんは全然普通にいいんで、あ待って、ダンチョムに聞くわ。ダンチョム、ダンチョム、なんかスバちゃんがそう言ってるんですけど、ダンチョムはどう思います？うん、そうですね、じゃあこのパジャマを着ていけばいいと思います。そこでお渡しすればダンチョム嬉しいです。あーなるほど、ダンチョムキモいキモい一番キモい。靴下3足あるならもうスバちゃんも言ってたじゃん。なんでスバルの靴下が黒かっていう話。黒なら片方なくなっても色味で、なんかね、違うの履いても大丈夫みたいなさ、言ってたじゃん。でもそういえばスバちゃんなんかね、前にジャージとさ、あと靴下とか出して、黒だったの、そういうことかって思ったんだけど。3足あるんでしょ、靴下。じゃあ、2足履いて、ね、待って、これ2つある？あ、パジャマ2つあるなぁ。でもいいね。なんか、比較対象キモい。いや、嫌われちまう、嫌われちまうよ、こんなん言ってたら。嘘だから、スバちゃん嘘だからね、冗談。ブラックジョークです、ブラックジョーク。2つ比較対象。柔軟、スバちゃんちの柔軟剤の香りと、スバちゃん自身の香りでこう、ペペッ。いや、いいですね。もう団長も。ダンチョム的にもうそれでおろけです。闇が深すぎる。いや本当にないない、冗談だから。ちょっと今自分やばい、今いろんな走馬灯がやばい。これスバちゃんに嫌われたらどうしよう、嫌われちゃったらダンチョ死んじゃうよっていう時のこう走馬灯がバーって今浮かんできた。今まで楽しかった思い出が自分は着ないんで、はい、着ません。飾りますんで。